平成9年台風第19号は、1997年9月に発生し、日本に被害を出した台風である。この台風の国際名オリビィは、太平洋北西部ではなく、太平洋北中部の名前リストのものであり、当時この台風は、平成27年台風第12号が、長崎県佐世保市に上陸するまで記録に残る、限り日本に上陸した唯一のハリケーンだった。 震ロズ台風19号は当初9月4日にマーシャル諸島の東海上で発生したハリケーンであったが直後に日付変更線を越え越境台風となった台風は発達しながら西に進み11日には中心気圧915ヘクトパスカル最大風速秒速50メートルまで発達し大型で非常に強い台風となった15日に 奄美諸島付近で震度を北寄りに変えたが、次第に速度が遅くなり、九州の南海上でほとんど停滞。そのため九州では長時間にわたり大雨と暴風に見舞われ、被害の大半が九州地方に集中する結果となった。16日8時過ぎ、台風は中心気圧960ヘクトパスカル、最大風速秒速40メートルの強い勢力で、 鹿児島県枕崎市付近に上陸した。その後九州を縦断し、瀬戸内海を通って17日0時頃に、岡山県倉敷市付近に再上陸。17日早朝に、若狭湾に進み、6時には温帯低気圧に変わって、日本海沿岸沿いに北東進した。この台風により、奄美諸島から九州、四国の太平洋側、中国地方、紀伊半島から、 東海地方を中心に大雨が降った。宮崎県海老野市では16日の飛行水量が688ミ、mm、リメートルとなり、期間降水量が969ミ、mm、リメートルになった。ほか、鹿児島県や宮崎県、大分県や紀伊半島などでは、一部で期間降水量が600ミリメートルを超えた。また台風が強い勢力で上陸したため、鹿児島県枕崎市で、 最大瞬間風速秒速49.0メートルを観測するなど、九州南部を中心に暴風となった。16日には、鹿児島県佐田岬で6.98メートルのいう、義波高を観測している。なお、14日には、奄美諸島で高潮による被害が発生したほか、九州地方南部や中国、四国地方などでは、 台風の接近が大潮の満潮と重なったため潮位が高くなり、高潮や高潮による河川の逆流、氾濫により浸水被害が発生した。ありがとうございます。